おざっす。おざっす。まあ、最低でも90を投げるプロジェクトということで、まあ、最近は、まあ、大体週2でボールを投げてますね。週2でボール投げる練習をしてます。まあ、今のところ、全く痛みとか、そういった違和感的なものは、基本的にはないですね。基本的にはないです。そこそこ順調ではないかなって。まあ、そう感じてます。まあ、この日は、まあ、どうしても、まあ、ボールを投げる中で、こう、出力を上げていくと、まあ、ちょっと痛い。それから、まあ、ちょっと怖さがあって、なんかこう、投げきれないみたいなところがあったんですね。まあ、それを、まあ、改善していくために、まあ、ここ数年、まあ、日本でもやってる人多いと思うんですけど、まあ、世間ではプルダウンって言ってますけど、まあ、僕は助走投げって言ってます。まあ、別に意味は一緒ですね。ちょっとこう、軽く走りながら助走をつけて、リズムをちょっと合わせながら、その走った助走の勢いで、まあ、投げると。まあ、ここで重要なのが、まあ、どうしても、肩の故障とか、肘の故障を経験してしまうと、やっぱどうしても腕のポジションが気になって、まあ、アームアングルっていうんですかね。この位置を気にして、腕を自分で操作してしまったり、まあ、どうしても出力が上がってこないから、こう腕に力を入れて、まあ、投げてしまう。そうすると、まあ、結局本来の形をキープできないまま余計な力を入れて投げてしまうので、そしてかえってフォームを崩すということが起きてくるんですよね。それは望んでない。それは望んでないんですよ。いや、この間偶然この公園でプルダウンしてたんですよ、一人で。そしたら終わっちゃって、一カゴ、これ一カゴ250球ぐらいあるんですけど、普通250球もプルダウンしたら、さすがに悪い反応出るじゃないですか。全然ないんですよ。どこかに意識を持っていくことで、まあ、何かが、まあ、分散されるんでしょうね。早い段階で日没の時刻を確認しておかないと、不利になる。あまりいい結果は望めない。まあ、真っ暗ですごく分かりづらいんですけど、というか全く見えないんですけど、左足がドライブしてこうステップしてね、まあ、着地したこの段階でまだ胸がバッターの方に向いてない、そういう状態をまあ作り出すことができた。これはあくまで意図して作っているものではなくて、まあ、さっきやってたプルダウンみたいな練習で、まあ、形というものに意識を集中させてしまうのではなくて、まあ、ステップとか、リズムに意識を持っていくことで、まあ、何かが分泌された結果なんでしょうね。まあ、最低でも90というのは、小さな。ユンケル、ユンケル、ユンケル。ユンケル、ユンケル、ユンケル、ユンケル。ユンケル。でしょ？